欧州館受験生の皆さん、こんにちは。欧州館ノア塾長の飯塚です。欧州館受験生から寄せられた120の質問、今日41番目になります。作文は丁寧語の方が良いのでしょうかというね、非常に丁寧なね、通塾生の6年生の女の子がね、質問してくれました。今日の授業の時にですね。で、これに対してのお答えなんですけれども、学校の先生とかとねお話しする時には丁寧語、親戚のおじさんおばさんと話す時も、近所のおじちゃんおばちゃんと話す時も丁寧語の方がいいでしょうね。だけれども試験の時、欧州館試験では特にですね、これは自分の考えを責任を持って述べる場なんです。ですので、ダ・デアル調で書きましょう。デスマス調っていうのはですね、丁寧な言葉ではあるんですけれども、欧州館作文を書いていったり記述式を書く時っていうのはですね、ダ・デアル調で断定的に書いた方がいい。手紙を書いてるのではないんですね。自分の考えとか主張を述べているんですね。だからダ・デアル調で自信を持って断定するってことです。で、自信を持って断定するには理由とか根拠がないといけないよね。なぜならばこうだからだっていうふうに言ってあげてください。ダ・デアル調で統一して書いていく、これがね、欧州館試験では大事なことになると思いますので、そこをやっていかないと僕の方からね、またオーダーメイド添削が入ってしまいますので、ダ・デアル調でデスマス調で書かないようにしてみてください。欧州館絶対合格に向けて頑張りましょう。